成型中学校、高等学校は、東京都武蔵野市吉祥寺北町三丁目に所在し、中高一貫教育を提供する、私立中学校、高等学校。旧成高校時代は、一度尋常科に入学すれば、帝国大学への進学が保障された。かつては、多くの生徒が、東京大学へ進学し、1949年には、東大に64名合格し、 全国5位、私立校では、全国トップであった。財政的には、三菱合主会社社長であり、整形学園所代理事長だった、岩崎小屋田が支援した。高校開校にあたり、池袋から移転先として、現在地の吉祥寺を岩崎小屋田が選定。岩崎小屋田は、吉祥寺に1万4坪の農園を所有しており、この農園に隣接した8万4坪の広大な土地を、 購入し、個人的に、整形学園に寄付した。明治末期大正期の教育者である、中村春次が、高等師範学校付属中学校時代からの友人であった、岩崎小屋田と、今村重造の協力を得て創設した、私塾、整形園が、母体となっている。旧整整形高校当初の学級定員は1、学級30名とし、尋常化は1学年に1学級、 高等科は、文科、理科に分け一学年各一学級だった。履修する第一外国語により、文科高類、文科おつ類、理科高類、理科おつ類と細分された。当時、医学部に進学する人はドイツ語を学ぶために、理科おつ類に入った。学生改革に際しては、高等科は、新生成型大学へ、尋常科は、新生成型中学。 高校へそれぞれ移行したと考えるのが一般的である。1917年に目白に創設された整形女学校は、1921年に整形高等女学校となり、1954年に整形学園へ合併し、1956年に廃校となった。財政的に支援した整形学園初代理事長、岩崎小谷田。 第四代三菱財閥総推、個性の尊重、品性の等や、勤労の実践中学校のクラスは A から G 組の7クラスであり、高校のクラスは A から H 組の8クラスがある。体育等の授業では、隣り合う組と合同であるが、中学校の GH 合同では、H 組の人数が若干少ないために比較的少人数での授業となる。高校1年時は、 芸術以外はすべて共通科目で、芸術は必修選択科目となっており、音楽、美術、工芸デザイン、書道の中から一つを選択する。高校2年時からは、文系、理系に分かれ、英語、数学が、修熟度別の少人数クラス編成となる。第2外国語として、ドイツ語、フランス語、中国語、韓国語を選択することも可能。高校3年次からは、 現代文、英語、体育など一部が必修となり、18のコースからなる選択科目が中心の授業になる。英語、理系数学は学力別に少人数授業が行われる。例えば、高校3年では、数学がグレード1から4、英語がグレード1から3に分かれる。中学1年の英語の授業では、原則として、 成形小学校からの内部進学者と成形中学校からの入学者で分かれるが、2年次以降は合同である。成形中学では帰国生受入れのため、1964年から国際特別学級を設置している。過去には全学年に設置されていたが、現在は国際学級が1学年制になり、中学2.3年からの国際学級編入試は廃止となったが、 2008年からは、中学2年への帰国制編入試を実施し、中二一般クラスへ編入する。10スクールと呼ばれる、米国の名門ボーディングスクール参考など、多数の国際交流がある。整形学園本館、入学、卒業式などで使用される。学園入り口から中学校、高等学校正門まで、約600メートル続く、欅並木は、日本の音風景100選。 新東京百景に選定されている。この他に学校行事などでは整形大学の施設を利用することがある。整形小学校が利用する屋内プール、大学が有する馬術場は中高の授業では利用しない。ホームページに記載されている効果新緑海外に応援歌の太陽の子、若草香る、虹の両良家の山の友に寄せて箱根漁の歌、 狭間の歌、肌を濡らすと、数多くある。成績上医者には、整形大学への内部推薦の権利を持ちながら、他大学を受験できるうち水平岸制度がある。整形大学への内部推薦には、従来、内ち水テストが実施されていたが、廃止された。内部推薦基準は表情平均6.5以上とされる。例年、 卒業生の約2から3割が系列校の整形大学に進学し、その他の多くは国公立大学や私立大学へ進学する。2020年の大学合格状況は、東京大学4名、慶応義塾大学41名、早稲田大学43名、上智大学31名など。医学部への進学も多く、2019年は53名、2020年は27名。 2021年は39名が医学科に合格した。海外大学合格実績も豊富であり、2019年はスタンフォード大学、ニューヨーク大学、ロンドン大学キングスカレッジ、2021年は聖火大学など。公式テニス部は競合で、中学男子は全国大会優勝3回、準優勝2回を誇る。ラグビー部は、 旧正高校時代の1923年総部の古豪で花園に4度出場。都心ながら校内に馬場を持つ馬術部やスキー部も全国大会に出場している。老朽部は1927年総部で旧正成形高校時代の1927年全国高校バスケットボール大会準優勝。1931年には 第10回全日本老朽選手権大会で高校生ながら大学を含む競合チームを破り全日本制覇という偉業を達成したことがある。天文気象部は気象観測で知られメディアにもたびたび登場し小柴正俊科学教育賞奨励賞を受賞している。都内では珍しい中高ストリングス部やサイクリング部も存在する。中高共通高校中高共通中学高校。 ありがとうございます。